指原莉乃のすごいところ好きなところランキング。 HKT48 の指原莉乃さんが2019年4月でグループを卒業します。そこで今回は長い間グループの顔として活躍してきた指原さんのすごいところ好きなところを大調査しました。第10位、 HKT48 のメンバーと劇場支配人を兼務する高いリーダーシップ。他のメンバーもみんなリーダーとしての資質を認めていそう。会社にいたら女性リーダーとして出世すると思う。兼任は大変だと思うが彼女ならうまくできそう。 AKB 選抜総選挙で連覇を達成した瞬間に他の HKT メンバーが自分のことのように喜んでいたのが印象的でした。それだけメンバーから慕われているということですね。第9位、 AKB48 の選抜総選挙で3連覇通算4回目を達成した国民的人気者。総選挙3連覇はサッシーだけの記録。素直にすごい。他に敵なしという感じだった。圧倒的。まさに国民的アイドルと呼ぶにふさわしいと思う。2009年から始まった AKB 選抜総選挙で4度も1位になったのは指原さんだけ。この偉業でコアなファンだけでなく世間にも広く認められるアイドルになりましたよね。第8位、トップアイドルなのにビジネスブスを名乗っているところ。自分をよく分かっていて自分のプロデュースが上手だと思う。変なプライドがないところが好きです。容姿に謙虚なところが好感が持てるし応援したくなる。総選挙で1位に選ばれながら自らをブスとネタにできるのも指原さんの魅力。飾らないところが身近なアイドルとして世間の共感を得ました。第7位、足が綺麗。羨ましいくらい綺麗です。私もああなりたい。スラッとしていて服も何でも似合う。歌っている時もスタイルがいいのでつい目が行きます。ビジネスブスを名乗っている指原さんですが足はめちゃくちゃ綺麗なんです。AKB48 で一番の美脚を調査するテレビ番組の企画でも1位に選ばれていましたね。第6位、新しいアイドル像を確立したところ。身の丈を自覚して他人に頼ることなく頑張っているところがいい。司会や支配人もやり多彩だし今までこんなアイドル見たことない。アイドルの新しい道を作った人だと思う。ネガティブな部分をあえて出していくことで人気者になった指原さん。これまでのアイドルのセオリーを壊しながら自ら道を切り開いたのはすごいの一言です。第5位、スキャンダルをバネにしている強い精神力。どのような苦境にも負けない確固たるものを持っている。ずっと芸能界に残りそう。大御所タレントになるかも。ピンチはチャンスを体現した。かっこいいです。過去に男性関係のスキャンダルで世間を騒がせたこともありましたが、むしろ逆手にとってネタにしてしまうのが彼女の強さ。筋金入りのメンタルです。第4位、ダウンタウン松本さんにも褒められた頭の回転の速さ。テレビを見ていて頭の良さはすごく感じる。笑いのカリスマと呼ばれる人に認められているのはすごい。ワイドなショーでむしろ松本さんをフォローしている。ダウンタウンの松本さんも指原さんの頭の回転の速さに太鼓判を押しています。ワイドなショーでの2人のやり取りからも松本さんが指原さんを認めているのがよくわかりますよね。第3位、正直なのに嫌味がないところ。アイドルぶっていないところが好感度大。ちゃんと自分の言葉で伝えているので好き。裏表がない感じ、飾らない感じが世間に受け入れられていると思う。テレビ番組で毒づいたり切り込んだ発言をすることもある指原さんですが、それが不快に感じないのも彼女の魅力。嘘偽りなく本音で話している感じが気持ちいいですよね。第2位、誰にでも突っ込めるトーク力。トークはアイドルの域を超えていると思う。目上の人にガンガン切り込むのは簡単なことじゃない。下手な芸人より面白いと思う。相手が大御所でも気を使わずどんどん突っ込んでいけるのが指原さんのすごいところ。突っ込まれた方もなんだか嬉しそうですよね。会社にいたら絶対お偉いさんに気に入られそうというコメントに激しく同意です。第1位、誰と絡んでも安心して見ていられる高いコミュニケーション力。
どんな人とでもコミュニケーションが取れて、はっきりと自分の意見も言いつつ、ツッコミも入れられる。媚びすぎず、失礼すぎない距離感の取り方がうまい。目上の人に接する時の感じが参考になる。指原さんは、どんな番組でどんな人と絡んでも面白いですよね。いつも自然体で指原さんがいると、共演者の方も生き生きしています。これだけテレビで活躍しているのは、場を選ばない安定したトーク力があってこそ、もうアイドルの域を超えて多彩すぎますね。以上、指原莉乃のすごいところ、好きなところランキングでした。あなたは指原さんのどんなところがすごいと思いますか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。